メダカのトロブネ、トロブネ、トロブネ水槽の冬越し対策の準備を今してたんですけど、もうだいぶできましたね。完成？まあ早めに、もう今年は早めに。こんな風にしました。どんな風にっていうのはわからないですけど、私たちなりにちょっとやってみました。基本的にあんまり寒くならんけね、周りを耐熱シートで囲って、下はもうね、八方を引いとるからね、全部周りを全部囲って、後ろも裏も全部囲って、全部これ100円グッズでできました。で、今上はね、これちょっと鳥とか鳥よけのためにネット張ってるけど、これを、このまんまね、この支柱の上にビニールハウス、ビニール仕様、ビニールハウス仕様にして冬越ししようと思います。トロブネの中はちょっとヒーター1個入れようと思うんですが、それで補底層はそのまま冬を越せるかどうか、この中で実験、実験。魚はね、みんな元気です。すごく元気です。結構大きくなりました。もう1号、2号とかもわからんぐらい大きくなりました。みんな馴染んでます、大きさが。それでね、いっぱい今年生まれた中で光体系の個体が3匹だけちょっと見つかったんで、それはまた別個に動画であげようと思います。全体で見るとこんな感じです。支柱は、これも100均でダイソーで買ったやつ、ちょっと曲げて作りました。ちょっとサイズをオリジナルで変えました。曲げて使える、ちょっとね、ちょうどいいサイズにしました。で、ちょっと持っとって、はい、網をかけるとこんな感じ、ネットをかけると、これを冬が来たら、ビニールハウスにします。じゃーん、こんな感じです。こんな感じです。なかなか素人ながらにいいがんできたね。まさかこの中でメダカ飼ってるとは、まあプロの人みたいには分からんけど、私たちなりに冬越しの前の準備をしてみました。まだまだ暑いですけど、早めにね、早めにやってみました。以上です。